突撃せよ。ここから始めましょう。まあ実戦上突破率は高めなんですよね。まあ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 、ここ奥まで行ったんでちょっときついんですけど、まあここ負けて2連続負けるとまあもう3万4万負けてしまうということで、まあここは本当にできるでいい、40でいいから勝ってくれ。本当設定アップする上ではここめっちゃ重要、頼むぞ。撃破率アップチャレンジ。まあおそらく 66% あたりだと思います。うわ、いっちゃったよ。70超えるとちょっと怪しくなるんで70は超えない方がいい。エムはスバル君を丸ごと信じていますから。いやちょっと難しいですねこれ。まあトータル期待度 38.5% いくぞ。まあ負けるときは1戦目で負ける。だからなんてデカさだけは絶対に来るなよ。お前期待承知しねえがんな。デカさだ。負けましたね。怖いですか。ほら負けましたね。70% 超えると1戦目負けんすよマジ。でもまあ苦しげなんで頼むぞ苦しい。負けました。さあこの試合はもうありません。ワンチャンレム来て突破するかなってぐらいですね。レム希望くれー。あるぞお前ら、お前ら諦めてんじゃねえよ。なんだよない。はい、ということでこの台は見切りたいんですけども、まあ70超えて負けることは6でもあるということで、次まあカード見ていきましょうか。一応支援するぞ。皆様、B 点でございます。はい、もうね、これきつい展開ですね。多分この台はもうないんで、これ多分、まあ負けますね。負けて、まあコンビニ行ったら即やめ、そしてユニット間継続したら打ちます。で、突破しても強炎 D だったらもうやめようと思います。おっしゃ、まあオールナイトまでね、資金を持たすのがまあ僕としては重要なことなんで、まあこれ負けたら終わります。すいません皆さん、負けます。見せてください。ゲーム頼むぞ。お前2万9000円というお金のお前価値はお前には分かるか。でもお手伝いします。 61% になるわ。まあ最低保証もワンチャンいけるんで、まあ一戦保証があってのガチ抽選、まあ 33% かな。いくぞ。さあ一戦負け負けてくれ、頼むぞ。でかさだ。終わった。終わった。何度も言う、
リゼロは苦しげなんだ。まだわからん。終わった。もうお前希望もクソもねえよ。レム頼む、希望の光をくれ。レム、おお、2回連続レムで負けるわけにはいかねえんだよ。これあの B 点かとみんな思うんですけども、僕はモード A だと思います。 A 点行く覚悟をしてて、まさかの、まあ、500後半で当たるって、500前半で当たるっていうので、まあこいつが来た時点でちょっと怪しいと思ったんですよね。まあどうせなら A 点行った方が良かった。でこの台は1回体操3連して、あの無理やり白毛を1回入れて強 AT を引っ張ってきてるらしいです。なんで設計も有力感も何もかもが今わからない状況なんで、まあ、打つことにしたんですよ、はい、なんでね、ここ突破して投資の4万2000円か、投資4万2000円だぞお前ら、やべえって、ここ最近の動画で一番投資してるよ。頼む、帰ってきてくれ。Okay.